Hi there, how are you doing? コスケ English のコスケです。Today I'm going to talk about whether you should go to a language school for working holiday. Let's go. はい、ワーホリで語学学校行くべきか。これめっちゃいい質問ですね。まあ、僕自身も18の時に、まあ、ニュージーランドの方にワーキングホリデーで、まあ、1年間行ってたんですけど、で最初の5ヶ月は語学学校、残りの7ヶ月はワーキングホリデーで、まあ、現地のホテルとレストランで働いてたんですけど、結論行ってよかったなとも思うし、5ヶ月もいらんかったなって思います。それなんでかって言ったら、まあ、語学学校って最初レベル分けみたいなのあるんですよね。初級、中級、上級みたいな感じで、多分どこの語学学校もあると思います。初級は、まあ、本当基礎の基礎、中級は日常会話レベルで、上級はまあほぼネイティブみたいな感じなんですけど、僕最初行った時初級の初級みたいな、もう全く喋られへんみたいなやったんで、僕みたいに英語がねあんま喋れないよって方は語学学校行って、まあ、ある程度ちょっと英語に勉強してから現地のホテルだったり、まあ、レストランだったり食探しをする方がいいかなって思いますね。それでこそ現地のレストランとかホテルで働きたいってなったら、やっぱある程度英語力がねいるので、その点において僕は行ってよかったなって思います。でもなんでこんだけ行ってよかったなって思うのに5ヶ月もいらんかったなって思うのは、正直ね、僕今この英語レベルって語学学校でめっちゃ英語力バーンって伸ばしたっていうよりかは、現地のレストランとホテルで爆伸びしたなって感じるからですね。語学学校のメリットっちゃメリットなんですけど、ネイティブの先生がいて、で周り全員他の国のコーラがいて、で僕もその中に入って一緒に英語を学ぶみたいな感じで、いい意味で、まあ、みんな一緒に英語学んでいこうみたいな感じなんですけど、みんな学びなんで、生徒同士で喋ってる時これどっちが合ってるみたいな時あるんですよね。なんて言ったみたいな。でそう、なんて言ったって言って、僕らがこう話してる時もGoogle トランスレート必要みたいな。まあそれでもね、全然一緒にこうやって学んでいくっていう上ではいいんですけど、これねワーホリで現地のレストランとかホテルで働いたら、周り全員ネイティブですよ。語学学校でいう周り全員先生みたいな感じなんで、それは圧倒的に現地のレストランとホテルの方が伸びるなと思ったので、5ヶ月もいらんかったなって思いますね。語学学校でもある程度まあ英語力が伸びたんですけど、最初はね2、3ヶ月でまあパーンってちょっと伸びて、もうある程度日常会話できるかなみたいな、その初級から中級に上がったタイミングで、あ、もうこれいけるわと思って、でそこで現地のレストランとホテルでまあ働けたんで、後半はねもう学校で学ぶっていうよりかは現地のレストランとホテルでまあ英語学んでいくみたいな、4ヶ月5ヶ月はもう学校は行ってるだけみたいな感じでしたね。なのでワーホリでまあ語学学校行くべきか悩まれてる方は、お金もねあると思うんですけど、もし行けるみたいな選択肢があって、で英語力にあんまり自信がない方は3ヶ月でいいと思います。3ヶ月行って、でその3ヶ月の間に日常会話レベルまで上げて、でかつその3ヶ月の間でまあコミュニティとかね語学学校いっぱい作れるので、あとね履歴書とかの作り方とかも手伝ってくれたりするので、まあそこもメリットの一つですね。3ヶ月でがむしゃらにね現地のレストランとかホテル探して、4ヶ月目からはもうレストランでもバンバン上げていくみたいな感じでいいと思います。こんな感じですね。はい、 TikTok と Instagram もやってるので、ぜひフォローお願いします。ではでは、ありがとうございます。 Thank you so much for watching guys. I'll see you soon. See ya.